鶴アらめは、滑走後昆布木レソニアッチカカジメ属に属する、海藻。長さは30センチメートル、幅は5から30センチメートル。根が長く鶴のように頑丈を這うように伸長し、所々から直立部が出る。胞子による増殖に加えて、日本の昆布科の藻類の中では唯一捕腹枝による増殖を行うため繁殖力が強い。その鶴のような捕腹枝が、 和名の由来となっている。直立部は洋上で全面に細かいしは、円にはノコギリ状の突起がある。主に九州北部から青森周辺にかけての日本海沿岸に分布する。若狭湾沖で海底199メートルから採集された記録があり、海藻の世界最新生育記録となっている。ウニが天敵で気肥成分としてポリフェノールを含む。 また、粘りの元でもあるアルギン酸を多く含むなど、栄養価は高い。主に冬から初夏にかけてのワカメを食する。大きく成長したものは苦味が強く、食用に適さない。佐渡地方の板らめは鶴らめを刻んで煮たものを枠に入れて、乾燥させたものである。1990年代より、マコンブやワカメといった、商品価値の高い藻類の魚場を急速に侵食する。 海の雑草として問題となっており、大きな被害を受けた大間町の漁協では駆除と活用の両面からの可能性を探っていた。えぐみが強いため従来あまり食用にされていなかったが、2005年頃からようやく食品としての商品化のメードがつき、現在は大間町の特産品となっている。ありがとうございます。